本日は映画キリングゲーム公開直前イベントにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本作品の PR 隊長であります加藤茶さんです。どうぞよろしくお願いいたします。皆様改めまして PR 隊長の加藤茶さんです。さあ今回加藤さんが PR 隊長というのは実は訳がございます、はい、加藤さんがなんと主演のロバート・デ・ニーロと同学年という。そうなんですよ、70歳なんですよね。いやでもねやっぱりねあのデ・ニーロさんは、はい、やっぱり演技しっかりしてる、うんうんうん、しっかりしてるしやっぱり、ね、あの体が70にしてはすごい動くね。足を矢で打たれて、うん、あのその傷口からあの紐を通されて、はい、で上から吊るされてじゃないですか。ありますねそのシーン。あれなんかねもう見ててたまんないですよね、痛そうなんですよね、とっても、うん、だからやっぱり普段でも相当体を鍛えてんじゃないかなと思いますよね。そうです、70になってもですよね、さあそれでは今から加藤さんにこちらの方ですからあのキリングゲーム、この的を当てていただきその裏側に多少中には過激な質問があるかもしれませんが、落ちました。あ、ダブルで落ちたということで、まずこちらにどんな質問があるでしょうか。人生で狂気を感じたことは。やっぱり人生で狂気を感じたことは、はい、怒りは長介だろう。やはりね。ね。やっぱり怒られたりしたんですか当時は。しましたしました。はい、ギャグが、うん、やっぱりその違うということでね、はい。怒られたりなんかしましたよ。そうですか。ね、でも昔はやはり怒りやさんが狂気を感じると。でもよくあるのが、ええ、やはり奥さんに狂気を感じることとかってないですか。怖いな奥さんって。今んとこないですね。今んとこない。今んとこないです。あ、もう全く、じゃあもう亭主関白で。もう、まあ、亭主関白もいいとこ。うまい、拍手。さあこちら、男として捨てられないプライドありますかということなんですけども。男として捨てられないプライド、はい、立ちそんべんは譲れないね。ちょっと待って、ちょっと、え？やっぱりね、ええ、だんだん低くなると、はい、プライドは許さないね。ああ、そうか。やっぱり高くないと。いや、僕40年間生きてきましたけど、考えたこともないですけどね。ない。おしっこの角度っていうのは。やっぱりある程度の高さがないと、はい、やっぱり男としてダメ。はあ。生涯現役である加藤さんからぜひそういう男性に向かってなんか力強いお言葉を最後に一言いただければなと思うんですけど。わかりました。はい、風邪ひくなよ。風呂入れよ。じゃあまた明日。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。いやー素晴らしい、ありがとうございます。奥さん若いですけど、はい、お子さん欲しいとかとかいうお話とかは。今子供欲しいんですよ、うんうん、欲しいんですけど頑張ってるんですけど、まあ、なかなかは頑張りきれないですよね、うん、僕の方がですよ、ね、まだ現役ということですか。まだ現役ですけどもう多少垂れてきましたね。多少、うん、やっぱそこ先ほどのプライドもありますよね。プライドもありますからね、まだ、うん、まだまだ、まあ、頑張って一人ぐらいは作りますよ、はい、今いい薬もできてますよね。薬に頼らないで、薬に頼らないでなんとかなりたいよね。うん、いやもしそうなった時はちょっと一つあのご報告もまた、はい、報告しますんで、はい、はい、キリングゲームこれぜひね見てください。これはねあの違う角度で見るととっても面白いです。あの僕はちょっとねえぐいなと思ったんですけど見ると面白いんですよね。あの2人だけでやってますんで、2人でやってるとやっぱりかなりあのまあ大変だろうと思うんだけども、まあ見てやってください。もうこれしか言えないかな。はい、いいですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。